に目が覚めちゃって、だから誰とも話さない状態でいきなり歌ったからめっちゃ聞きづらいところとかあったと思うんですけど、聞いてくれてありがとうございました。今クーラーつけてます。クーラーつけてるけどちょっと暑い。9時に起きて焦った、やばい、あと1時間後に始まっちゃうと思って急いで準備したんですよ。びっくりした、ふわーってなった。お疲れ、見てくれてありがとうございました。1時間歌いっぱなし。どの曲が良かったですか？あのなんか声質に合ってないやつとかも歌っちゃったんですけどね。寝坊ではないです、寝坊ではない、普通に間に合ってるから。抱きしめたいけど よかった、ね、めっちゃ汗やばい、汗やばやばです。そう、春夏秋冬のちょっと歌い出しとかめっちゃ声がガスガスだったので、うわ抱きしめたいけどで終わった今日はよかったと思ったけど、まあ2期生の曲なのでと思って最後に歌いました。伝わる？この見てよ、伝わる、どこで見たら伝わる、これとか汗伝わりますか？こんな歌って汗かく人いる？お疲れ様、みんな平日なのに見てくれてありがとうございました。それなのにまたショールームとか始めちゃってうん、ハッピーバースデートゥーユーファザーって、ありがとうございます、伝えておきますお父さんに。そして私本当に申し訳ない、最後ランキング読むのを読んでなくてそのまま終わっちゃったんですよ。本当に申し訳ないです、ごめんなさい。ありがとうございました、たくさんギフトを投げてくださって。こんにちは、お父さん今日で47歳らしい。12時ぴったりに LINE したんですよ、おめでとうって。そしたらお母さんからなんか8分後ぐらいに LINE 来て、47歳爆睡中みたいな LINE が来ました。違う、お父さん47歳になりました爆睡中みたいな来た。いつもはなんか夜帰ってくるんですけど、あれらしい、ワクチンを打ったらしくて、昨日はね誕生日の前日にめっちゃ寝込んでたらしいです。2回目ワクチンだったらしくて、昨日ずっとお家にいたらしいです。それで今日はなんか忙しいみたいなので、なんか妹が看病してくれたらしいです。こんにちは、伝えておきます、みんなのおめでとうありがとうございます。徳島のひーくん、スイカ塾ありがとうございます。パセリのメールを取るとどんな特典がついてくるの？何でしょう。毎朝9時15分頃におはようメールが来ます、まず。それで月始めは自己紹介メールと1ヶ月の、 あのイベントとかのスケジュールとか来る。あとはね、あとはメンバーとの写真が来るけど、みほちゃん多めです、みほちゃんパンちゃん多めですが、そんな感じ。あとお父さんの情報が知れます、知りたいか分かんないけど、あとおいしいアイスの情報とかが知れます。あとは
かな。なんかね、アイドルを目指してる人とかそういう人とかは、でもそれはメールじゃなくてブログとかでもいいか。なんだろう、ないんでしょうね、難しい。まあ撮ってみたらわかるかも。高尾炭治郎さん、スイカ50個ありがとうございます。モズさん、アイスごくありがとうございます。プレゼントはしました。もう先月末にちょっと家の用事で帰らなきゃいけなくて、その時に会ったので渡しました。もうタンプレ済みです。ゆうへいさん、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。はちはち、耳の裏まで汗かいてる。今日は午後からもたくさんメンバーが配信するんですよ、ミクチャで。だからぜひ見てください。私は明日の21時からです。次が何話す、ショールームも明日もするからさ、なんかショールームと同じ話とかはもちろんしないので、この間もそうだったけど、なんか日記研究生に興味を持ってもらえるようなお話とかをしたいけど、どんなことを話したらみんなは応援したいってなりますか。髪伸びたんですよ、めっちゃ。しんいちさん、スイカありがとうございます。徳島のひーくん、スイカ10個ありがとうございます。お疲れた、ありがとう、見てくれてみんな。よいしょ、伸びたでしょ、見てほしい、ほらこんな、ちょっと毛先巻いてるし編み込んでるからもっと長いかも。汗が止まらん、汗止まらん。扇風機つけていいですか。よいしょよいしょ、扇風機つけました。暑すぎて、ちょっと前に持ってくる。よいしょ、わ頭頂部が、すいません、私の頭頂部が映ってた。よいしょ、こんにちは。みんな、なんかこんなお昼休憩よりもちょっと早い中途半端な時間なのに見てくれてありがとう、本当に。お茶っこ、今日まだ食べてないんですよ、9時に起きたから9時に起きたからまだ何も食べてないから、この後納豆を食べようと思います。今日も暑いね、あの室内でも暑いから外出たら多分もう私溶けちゃう。デロン、お腹減らないですね。昨日美穂ちゃんと美穂ちゃんのママと夜ご飯食べて、その後にアイス食べたので3人で、だからまだお腹いる、お腹の中にあのカツ丼がいます。カツ丼住んでる、住み着いてます。
こっそり仕事中に見ている人、テレワーク中に見ている人は様々ですね。あ、今日タム誕生日ですね。送ったよ。お父さんも誕生日だけど、タムもお誕生日おめでとう。タムコの本人に送ったので、あえてメールとかには書きませんでしたが、何歳ですかね。今日はアイス食べないね。昨日食べたから。昨日楽しかったな、一日。なんかすっごいね、昨日はなんかすっごい優しい人間、優しい人間ばかりみたいななんて言ったらいいんだろう。なんかメールにも書いたんですけど、ロケがあったんですよ、昨日朝から夕方まで。それでもうそのスタッフさんとか、そのロケを一緒にした人とかメンバーとかもそうなんですけど、なんかすっごい優しい人に囲まれたロケで、でその後みほりんのママとみほちゃんと待ち合わせしてご飯に行ったんですけど、その時もさ、みほちゃんのママとか優しいから、もうわあ、もうなんていい人ばかりなんだろうこの世の中はと思ってたの、昨日はずっと一日。でも昨日の配信で昨日の配信最後の最後にもうめっちゃ嫌な気持ちになっちゃったから、そう、まあまあそんなもんかみたいな。一日いいことがあれば悪いこともある、そういうもんだなって学びましたね。人間の嫌な部分を見てしまいました。こんにちは。もしなんかあんな感じのことが続けば、私もう多分そう配信できなくなっちゃうので、これからも皆さん楽しく楽しく楽しく一緒にこのパセリルームを作っていくのは私だけど、みんなで楽しく配信、楽しい配信にしましょう。そう、12時に終わったんよ配信が。だからその後ちょっとマネージャーさんもね連絡してくださったりしたので、いつも見てくださっている皆さんはいつも優しいコメントばかりなので本当にありがとうございます。今日は楽しいよ。だって起きて歌って汗かいてって感じだからそう、まだ誰とも会ってないし、人と。これから楽しい一日を私が作っていくのです。寝たら忘れる。角さん、バラ10個、福ちゃんファイト、ありがとう。うん、マネージャーさんが連絡してなんか見てたらしくて私の配信を見てたらしくて、連絡をくださいました。ね、いろんな人がいるものですね。アービーさん、金魚、しんいちさん、バラ、竜兵さん、尊い、ありがとう。なんかいつもね見てるんですよ。見てる時と見てない時があるのが分かりやすい。見てる時はなんかお疲れ様って配信が終わった瞬間に来るから、あ、またパセリが変なこと言ってんの見てたのかと思ってありがとうございます。優しい人に囲まれています、とっても。今日ね、でもね、昨日さしばらくちょっとまるまるパセリ見納めといてくださいって、これからちょっとの間って言ったけど、思った以上にほっぺがあってびっくりしました。さっきみくち配信の時
でも来週にはなくなってると思います。お仕事みんな頑張ってください。あ、昨日パックしたよ。ちゃんと見ますか、パック、パセリの買ったやつ持ってくるね。そしたらよいしょ、持ってきます。ボン、これ見てください、50枚入ってるんですよ。見てくださいって言ったけど書いてなかった、50枚って。多分この切り取った部分にあったんです、50枚入りって。このめっちゃでかいパックを買いました、昨日みほちゃんとご飯行った帰りに。中身も見ますか。中身はこんな感じ、こんな感じです。赤ちゃんね、しっとり赤ちゃん肌って書いてあるから、これから赤ちゃん目指して頑張ります。からどんどん赤ちゃんになっていくと思うので、毎日これを続けるって昨日から始めたので、50日後に赤ちゃんになるパセリです。お風呂上がりにするんだ。洗顔後の清潔な肌にお使いくださいって書いてるから従います。あ、ちゃんと書いてあった、50回分。赤ちゃんになる。でも昨日間違ってパックする前にいつもの癖で化粧水と乳液終わらせちゃって、その上からパックしちゃいました。なんかめちゃめちゃ乾燥予防をしてしまった。いいでしょ、続くかな続くか分かんないけど頑張ります。とりあえず50日後は何日ですかね。今日が8月3日で、8月は31まである、30まで、31、え違う、今日8月4日だった、間違えました。8月3日から始めたから昨日が1で今日が2です。今日が2日目、明日が3日目、9月22日ぐらい。おお、じゃあ9月12は40日目ぐらいか。それまでに頑張ろう、それまで続けます。こんにちは。え、あとさ、私昨日寝る前にあるネットニュースというか普通のニュースを見たんですけど、みんな見たのかな、9月12日の広島サンプラザホール使用できない疑惑みたいなのを見てしまって、夜にえっと思って、なんかね、昨日から9月12日ぴったりまで、よりによってその9月12日までそのね、使えないみたいなのを見ちゃったんですよ。だからそう、夜にそうメンバーにどういうことって言って送って、そうびっくりしたの。
無事開催されるといいな。そう、下に書いてあった、キャンセルが不可能なイベントとか、もうイベントが開催決定しているものはできる可能性もありますみたいなことを書いてあったんですけど、そう、当落が今週金曜日なんですよね。だから無事に開催されますようにって祈っている。お願いね、912に向けてみんなで一丸となって頑張りましょうって感じだから今、まあ、もちろんそれがゴールじゃないっていうのは、なんか私さ、いつもそれがゴールじゃありませんって言ってるけど、言ってるんですね、そこがまた新しいスタートですって言うんですけど、こうやってちょっと一回912に向けて頑張りますって言ったら、そこがゴールじゃないでしょとか言われたりするから、毎回毎回補足すると思うんですけど、あの補足するけど、あまりまたパセリなんか言ってると思わずに、あ、なんか対策してるんだなと思ってくれたら嬉しいです。なんかアピールしてるわけじゃなくて、そう言われちゃうことがあるから一応補足してます。もうタイミングですよね、加入してずっと自粛を続けてきたと思って、やっとだんだん活動が増えてきたなと思ったら、まさかの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 だったので、もう夜ね本当にびっくりしたの、えっと思って普通に声出たんですよ、うん、まあ、でも安全第一ですからね。でも無事に開催してほしいもう矛盾だらけなんよ、開催したいけど安全第一だしみたいな。とりあえずあのスタッフさんとかの発表を待ちたいと思います。ね、健康が一番だよ、みんなが元気に過ごせるのが一番です。わ、汗が落ち着いてきました、徐々に。今月は8月10日にクワトロライブと、19日と30日に僕の太陽公演が予定されてるんですよ。なんかそれもちゃんとあるかわかんないけど、まだ無事に開催されるといいなって思います。あと1ヶ月、なんかね、3月から5ヶ月が経ったと思ったら早かった。そう、今月ねめっちゃあるんですよ。あのメールで8月のスケジュールって言ってバーッと送ったんですね。この日はミクチャ配信がありますとか、この日はなんか 何があります、ラジオのありありありの放送がありますとか送ったんですけど、多分まだまだ追加されるので、あのスケジュールからさらに、なのでお待ちください、発表を。あれもこれもあれもあれもってなると思う。嬉しい、みんなに嬉しい報告がたくさんできる。バンジーはいつやるんだろうね、わかんない、何も聞いてないです、まだ。とりあえず今週は土曜日のアリアリアリオで、来週がクアトロとアリアリアリオ再来週が、再来週何日だ、再来週もう僕隊、僕隊とツアー徳島と
ありありありよ。その次の週がツアー兵庫とあとあれとって感じ。楽しみですね。夏会えるイベントは今は公演とツアーだ。だから皆さんぜひ会いに来てください。会場が毎回こう違って、なんだろう、移動の時間もいろいろ皆さんのなんか貴重な時間もらっちゃうんですけど、ぜひ来てください。うん、そう、お見送りが復活するんよ。そう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 、ありありあり言いたくなるよね。ありありあり、皆さんありありありのインスタグラムがあるんですよ。フォローしてください。ぜひパセリ載ってますのでチェックしてください。毎週更新されると思います。4週今1週分更新されてたから、ぜひ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 。お、徳島行きます。よろしくお願いします。なんかおすすめありますか、徳島の。私ナルト水も買いたかったのに発売期間じゃないって知って落ち込んでるんです。ツーショットもありありありょうですよ。ソロショットもありありありょうです。アカウントがありありありょう、ありありありょうのアカウントありありありょうです。ぜひ見てみてみておです。ラーメンか、やっぱり。でもラーメンは多分食べる時間がなさそうな気がするよね。え、お弁当が、お弁当がラーメンの可能性とかあるんですか。え、何これ、なんか落ちてました。何これ、見て、針金みたいなのが落ちてた。何ですか、何事、なんか踏んづけた私。鉄の硬いがベッドの上に落ちてた。怖っ、危ない、捨てときます。なんだろうねこれ、分からん。パセリ載ってますよ。多分インスタグラムって何枚も写真載せれるので、その多分2枚目とか3枚目とか何枚か多分載ってるんですよ。それに載ってます。あのレモネード持ってるやつ載ってたと思う。ぜひチェックしてください。ポチャコが産んだの？この針金を。日頃の恨みで。気をつけよう。踏まないように。どっか行っちゃった、でも。あれ、消えちゃった。あ、あったあった。ありました。引き伸ばせり珍しいでしょ。いつもめっちゃドアアップだから、たまには引きで配信しようかな。髪がボサボサじゃないときは引きで引きで配信しましょうかね。より中引き。生写真どれが好きですか皆さん。よりか引きか中。
私は写真によります。写真によるこんにちは。よりがいいの？よりよりよりよ。徳島のひーくん、スイカ10個ありがとうございます。より人気ですね。まあそうか、確かに。でもこの間の6月、6月の写真のさ、傘持ってるやつは引きもいい感じだった。良きだったよ。傘持ってるやつとか、あと何があったっけ最近。メイド？メイドとか。でもアクスタは引きですね。今回のアクスタめっちゃでかいんですよね、フラワーのやつ。どれくらい大きいんですか、アクスタ。買った？みんなメンバーのやつ。パセノじゃなくてもいいけど。どれくらいの大きさですか？等身大？等身大ではない。等身大のパセリ。やばいね、アクリルスタンド。20センチ？ここが30センチでしたら、結構あれ、こんぐらい？アロハぐらいですか？アロハぐらい？まあ人によるか、アロハの大きさも。パセリアロハぐらい？どれくらいだろう。500ミリのペットボトルくらい。おお、わかりやすい。じゃあこのリモコンぐらいかな。リモコンよりちょっと大きいくらい。結構あるね。大事にしてください。ちゃんとご飯与えて。よくさ、CD ショップとかにさ、アーティストの人の等身大パネルとかあるじゃないですか。あれ本当に等身大なのかな。でも若干浮いとるやん、枠で。足が。ああいうの羨ましいなと思う。ああいうさ、好きな芸能人とかの等身大パネルと写真撮る文化みたいなの羨ましいと思う。やってみたい、私も。友達とかがさ撮ってたりして、やっぱなかなかさ会えなかったりするじゃないですか。握手会とかもないし。等身大パネル、等身大パネル手作りできるのかな、ああいうのって。私ね、昔等身大パネルを自分で印刷して作れないかやろうかと思ったことがあったんですよ。でも諦めました。私のお家のパソコンが壊れていたからです。パセリの等身大は作ろうと思えばいけそう。私が私の体に墨を塗ってでっかい紙にバーンって寝たらできそう。広島駅の工事中のフェンスにラッピングしてほしい。STU のメンバーの等身大、いいですね。いいね。 3D プリンター、パセリのはず。じゃあほっぺがない時にしましょう、それをもし作る時は。頑張ってほっぺを減らすので、ほっぺを減らした状態の 3D だったら大丈夫です。でもほっぺありありありの時はちょっと丸丸丸をだからダメダメダメをですね。魚卓、パ
汗たく。抱き枕いいですよね。でも却下されそう。こんにちは。魚拓取ったことありますか皆さん。私はない。魚釣りをしてみたいんですよずっと。でもね、あんまりそういう周りに今までいなくて、ユナユナぐらいです、身近にいる魚釣りをする人が。クッション、どんくらいの大きさ、クッション、四角、正方形ですか。餌はつけれません、虫が苦手です。長崎はあの海の町だけど、私が住んでるとこは山なので、あんまりそういう魚とか、その漁業が盛んな町ではなかったから、長崎の市内の方とかはもっと何ですか、漁業とか貿易が盛んなんですけど、私はそういう地域じゃなかったから、釣りに行くとしたら川とかかな。魚はさばけると思います。気まぐれクックさんの動画をもう何年も見てるのでもうあるあるだと思うんですけど、気まぐれクックさんの視聴者あるあるで、もう自分がさばける気になっているっていうのがあります。だからさばけます。うん、三枚おろしも動画でもう3年ぐらいずっと見てるのでできると思います。根拠はない自信、いけると思うよ。何でもいけると思う。分かんないけど、多分できないけど、意外とぬめりとかではとかいうタイプかもしれない。意外とパセリ田舎育ちです。めっちゃそうだよ、田んぼ育ちですよ。田んぼ、草むら、森林、山、茶畑って感じの環境だった。でも運転免許持ってるんですけど、運転はあのね、私ね、土壌とかに出るときとかも YouTube でめっちゃ見たんよ、バック駐車の動画とか。でもいくら見てもこう上手くなれる気がしなかったですね。いけるって思わなかった。大丈夫かなってずっと思ってた、免許取りに行くとき。こんにちは。お昼休憩、みんな肉ちゃん見逃した。あらあらあら、明日の21時もあるのでぜひ。でもカラオケはなしです、明日は。そうですね、車がないとどこにも行けないかな、長崎は。困るね。でもさ、なんか車ってさ大変じゃないですか。ガソリン入れに行ったり、洗車したり、お手入れとか車検とか保険とか、意外と手間かかりますよね。ちっちゃい頃はさ、お母さんとかが運転してるのに当たり前のように乗ってたけど、自分が取ってみたらびっくりした。こんなに保険かかるのとか、こんなに
ガソリン代高いんだとか、ガソリンスタンドでさ100何円とか書いてあるけど、あれ1リットルあたりだから、あ、意外とこんな1回入れるだけでこんなするんだ。なんかお母さんにこう軽い気持ちで送り迎えしてもらってた自分が申し訳ないとか思っちゃうね。すごいよね、車たくさん持ってる人とか。洗車すると雨が降る、そうなんですよ本当にそうなんですよ。あるあるですよね。天気予報を見て洗っても雨降ったり、あと長崎は黄砂とか多いから、黄砂で汚れちゃったりとか。自転車ね、家の前に置いてたんですけど、高校の頃黄砂すごかった。維持費かかる。まあでも車に限らず生きていく上ではこういうパックのお金とかさかかるから、車もそんな感じですよね。わあ、バイク、バイクってさ熱くないんですか？私街中を走ってるバイクの人とか見たら熱中症心配になるんですよ。クーラーとかあるの？バイクってないよね。風を受けるしかないよね。ある？クーラー。ヘルメットしてるからめっちゃ暑そう。もしさ気分が悪くなったらどうするんだろうって。ないよね、めっちゃ暑いよね。トラックの後ろは地獄です。わあ、確かに風来ないですね。あ、じゃあ信号待ちがきついのか。わあ。じゃあ大通りはあんまり走らない方がいいってこと？夏場は。冬は着込んだらいけるけど、夏は大変ですね。脱げないもんね、皮膚。足の間にエンジンがある。わあ。そうなの。じゃあ足元から温めてくるタイプ。確かにマスクもするか。大変だ。広島に来てから自転車の多さにびっくりしたんですけど、私広島のあの自転車の人、あのさ乗ってる時に傘とかさせないじゃないですか、雨の日とか。だから自転車のハンドルのところに取り付けるタイプの傘立てみたいな、傘ハサミみたいなやつがついてるんよ、みんな大体。それを初めて見た、広島に来てから。長崎はあのカッパ着てチャリこいでる人が多くて、だからびっくりした。日傘とか雨の普通の傘とか、そういう便利グッズがあるんだと思った。カッパいいよね。カッパ着てるときはいいけどさ、脱いだ後のめんどくさくないですか、カッパ。なんか家に入るときに玄関で脱ぐときとか、広島来た時どっちが暑いと思った？広島来たのが12月なんですよ、私。だからあんまり分かんなかった。あと長崎にいた頃はほぼ家にいたので、あんまり長崎の暑さを知らなくて家におりました。あ、本当は違反なんだ。そうなんだ、ダメなんですね、あれ。でも売ってるんだ。世の中って矛盾ばかりですね。こんにちは。何の話してたっけ。あ、そう、長崎にいた頃、あんまり、あとね、冬どっちが寒いとか聞かれるけど、
実家はこたつがあったからずっとこたつにいたんですよ毎日。でもこっちこたつなくて暖房もつけないからどうなんだろうね。ペシスイカ10個ありがとうございます。今日何度あるんだろう広島。なんか外見た感じだとめっちゃ暑そうです。うわ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 。ストポンさんありがとうございます。かわいい。わーい。みんなもうお昼食べたんですか。まだですか。食べた。教えてほしい食べたものを。あんまりまだお腹空かないから私見てから決めよう。まだか。今ランチタイム。今食べておにぎり。おお。いいね。良いですな。私今家にあるのはオートミール、サバ缶、ツナ缶、しらたき、ささみ、長ネギ、人参、ヨーグルト、梅干し。あとは何があるかな。糖質ゼロ麺、インスタントスープしかない。買いに行かなきゃ。でも暑い。やだ。暑いから出たくないけど出ないといけません。分身したい。暑さを感じないパセリと家でゴロゴロするパセリの分身。おお、冷やしラーメンいいですね。ね、買い物行かなきゃ。何もないです。あ、親子丼じゃなかった。カツ丼おすすめです。昨日食べたから。夜ご飯美穂ちゃんが梅のとんかつ食べてた。で私がカツ丼にしました。最近カツ丼ばっかり食べてますね。ばっかりではないけど。あと昨日武蔵食べたんよ。美味しかったよ。唐揚げどうですかみんな。暑いか。暑いからあんまり油もんは食べれんか。あの梅のとんかつはね期間限定なんですよ。美味しかったらしい。私も行きたいな。またわね、何するにもお湯を沸かしたりするのもめんどくさいよね。インスタントスープでいっかと思ってもさ、お湯沸かすのちょっとめんどくさいし、ささみ食べようと思ってもあのチンしてる間3分くらい待たんといけんし、オートミール食べようと思ってもチンしてる間3分くらい待たんといけんし、ね、時間かかりますね作るのも。たかが3分で。待てないな。今すぐもうお腹が空いてもうダメだって時は3分待つのもね、3分待つのももう無理。
待つけど待つよ、だって待つしかないもん。腹ペコの時はってことですよ。私は3分ある時は何してるかな、メールを打つ、メールを打ったりメンバーの LINE を返したりして、あの時間を過ごすかな。めっちゃお腹鳴った。めっちゃお腹鳴りました。お腹空いてないだったけどめっちゃグーグー鳴った。聞こえた？だって朝から何も食べてないんですもん。久々にショールームでお腹だったかも。しかも多分体育座りしてたから足曲げて雷かと思った。響いたんよ、この体育座りの足とさお腹のとこで響いたんですよ。めっちゃグーってなっちゃった。やばい、でもそんなお腹空いてないのにな。今まで一番大きかった多分、そうスピーカーの役目をこの足が果たしてて、あ、これこの間買ったズボンです。こいつ乗ってる、やば。なんて、しかもお腹鳴った瞬間めっちゃコメントコメントが増えたよ。みんな来た、いたんですね。パセリ一人ぼっちかと思ってたらみんな見てくれてたんですね。ありがとうございます。でもさ、昨日ムサシ食べて夜カツ丼食べたから、そんななんですよね、食欲が。満足してる、胃が。アイスも食べたし。でも納豆は一日一回食べるって決めてるから、納豆は食べるよ。普通に恥ずかしい、やばい、聞かなかったことにしてください。やだ、勝手に聞かないでください。お腹の音、こんにちは。お腹は食べたがってるの、しょうがないですね。食べましょう、買いに行きましょう。グーグー鳴ってる、ずっと。勝手に鳴らさないでください。違うんですよ、それお腹に言ってください。私は鳴ると思わなかったから体育座りしてたんですよ、こうやって。したら鳴るもんだから、なっちゃったもんだから、もうやだやだ、恥ずかしい。いやー、まあ昼だしね。みんなさ、会社とかでお腹鳴らないんですか？テスト中とか学校だったら鳴らないの？私さ、耳鼻科の受付したところさ、お昼になったらお腹が鳴りそうでずっとヒヤヒヤしてましたよ。わあ、お腹鳴りそう、やばいやばい、このシーンとした空間でって思いながらパソコンカチャカチャしてました。鳴らないの？朝ごはんめっちゃ食べていくの？あ、鳴る、やっぱり生きてる証拠。確かにめっちゃ鳴ってる、ほら。え、やばいだね。え、
映画館になります。私もだから映画館にもうねここ何年も行ってないけど、映画館最後に行ったの HKT さんの映画の時だけど、その友達と中学校の時かな映画を見に行ったんですよ。何だったかな、アオハライドかなんか見に行った時にずっとお腹鳴ってましたずっと鳴ってて友達がずっと笑ってた。両隣に友達がいたんですよ。で私が鳴るたびにめっちゃ見られたりしてた。そうだいぶ前だって、映画館怖くて行けないんです。私怖い、閉所恐怖症だから。でも最近はショールームで鳴らないんですよね。最近やってなかったけど今日久々になりました。ポップコーン、出来たてのポップコーンはいかが。こんにちは。じゃあ半まで配信したら終わろう今日は。そうしよう。おずさんハートありがとうございます。え、納豆食べようかな納豆の作り方紹介しようかな今から。持ってきていいですか。いやでもな、私今布団の上にいるんですよ。ベッドの上だからちょっと良くないですね。ちょっとグーグー鳴ってるけどうるさいお腹、もう主張がお腹が返事してきた。おずさん、ハート100個ありがとうございます。いや、布団の上で納豆はちょっと怖いな。こぼしたら N クール買ったばっかりなのに。え、聞いてくださいよ、そういえば N クール汚れてたんですよ。多分コンシーラーがついてた。最悪です、最悪です。納豆に梅を入れるのいいの？え、いいですね、美味しそう。でもキュウリ食べたい、今キュウリ食べたいから買いに行くのめんどくさいので栽培しようと思いますしないけど、もう買いに行くのやだな。あー、育てておけばよかった。納豆クールになっちゃう。うまい。確かに。なんで私納豆じゃなかった？キュウリ育ててないんだろう。食べたいのに、キュウリが。キュウリ。グーグー鳴っているからずっと喋っておかないといけない。みんなに聞かれないようにずっと喋って続けますね。喋らないとなっちゃう。お腹がくる。こんにちは。ゴーヤーで売ってないんですよね、スーパーに全然。あと卵、あ、卵買うんだった今日。今日は卵とキュウリと何買おうかな。納豆を昨日買ったからお水を買いましょう。あとはなんか買うものあったかな。あ、アームカバーを買いましょう今日こそ。昨日買えなかったから。アームカバーと何だったかな、あ、トモトも買いたい。なんだったっけ、なんか買わないといけないものがありました、100円ショップで。忘れました。あー、お腹が鳴りそう。やばいやばい、なるなる鳴ってる、グーグーもうやだ、恥ずかしい。私の欲望
バレバレ、食への欲望バレバレ。何だったかな、うん、あ、思い出した、思い出しました。あの枕を干すやつが壊れちゃったので、その枕を天日干しするやつ、キュウリのキュウちゃんって何ですか、キュウリのキュウちゃん、またなんかそんなあれみたい、あのハニマルだったっけ、何だったっけ、ハニ馬なんだったっけ、あーお腹が鳴ってるお腹くんくん鳴ってる、ハニマルと、ね、馬五郎じゃなくてヒンベ、ヒンベみたいな名前ですね、キュウリのキュウちゃんって。知らん、キュウリのキュウちゃん、キュウちゃん、マイキュウさんは知ってるけど、キュウリのキュウちゃんは知らん。どういうやつですか、どんなやつ、キュウリキュウちゃん、かわいい感じ、キュウリのキュウちゃん、なんだろう、気になる、キュウリのキュウちゃん、キュウリ何ですか、コメント欄に画像とか貼れるようになってほしいな、調べようかな、こんにちは。奈良漬けに近い？え、あれ？あのさ、うどん屋さんとかにあるやつ？うどん屋さんのなんかセルフコーナーとかにある、あの緑とかピンクのやつ？あれキュウちゃん？違う？あれ？正解？ピンポン。緑とピンクのやつあるじゃん、違うの？違うの？え？茶色っぽい緑、茶色っぽい緑どういうこと？わかんない、見たことあるかな、なんですか、キュウちゃん気になるけん、ちょっとさ、ちょっと誰か持ってきてくださいよ、実物、これがキュウちゃんですって紹介してください、まだ初対面、まだかも、顔見知りかな、顔見知り、本当見たことある、CM でよくやってる、あ、 CM といえばこの間長崎で久々にあれ見た、美味しすぎたにの CM、わあ、スーパーに行かないといけないのか、じゃあ iPad の電源をつけましょう、あ、でも待って、昨日充電切れた気がする、あ、ない、なかった、近くになかったです、モヤモヤする、キュウちゃん
なんかずっとマイキューさんの顔が頭に浮かんでくるの。キューちゃんキューちゃんってちょっとお腹鳴ってるし、ずっとずっと。もうひげやすみさん、バラチョコありがとうございます。お疲れ様です。ありがとう、見に来てくれてみんな。平日のお昼、え、気になる、気になりすぎる。美味しいですか？え、じゃあ逆にさ、あれはなんて言うんですか、あの緑とかピンクのお弁当とかにも入ってる、あの切られたしぼんだきゅうりみたいな漬物、あれは何ですか？あれはかわいい知りです。もうあれは大好き。なんて名前？ミロさん、スイカ10個ありがとうございます。ピーヨコ茶、スイカ10個ありがとうございます。あれじゃないの、親戚ですか、似てる、いとことか、そんぐらいの感じ。あ、しば漬けか、あれは。ピンクのやつがしば漬け、なんかあるじゃないですか、お弁当とかにある。キューちゃんマイスターなんですか、また知らない用語が出てきた。キューちゃんマイスター、なんかキューちゃんマイスターってどんどんマイキューさんに近づいてません？キューちゃんマイスター、略してマイキューとかじゃないんですか？違う。何？マイスター。どういうこと？謎が深まっていく、どんどん。平たいピンクのやつは桜漬け。平たくないです、分厚いです。分厚いやつ、しば漬けかな。キューチャーマイスターいいね、スター感ある、ぴったり。マイキューさん、マイキューさんは知ってるよ。え、しば漬け、あれ紫なんですか、あれピンクじゃないの、紫なんだ。え、茶色寄りの緑ってどういうこと、茶色寄りの緑の食べ物とかありますか。ある、茶色寄りの緑ってどんなやつ、わかんない、想像がつか。ちょっともう気になりすぎるので iPad 持ってきます。ちょっと待っててください。充電あるかな、ないかもしれない、あんまり。あ、あった、よいしょ。あ、なるかな、あ、これか。ちょっとこれで知らんかったらどうしよう、こんだけこんなにしわ漬けでないや、キューちゃんについて喋る配信もなかなか。調べますね。
すごいいい感じで顔が光ってる。なぜかね、沖縄ご当地ソフトで調べてます、私検索履歴が。パセリの検索履歴見ますか。あまりない。あ、待って、沖縄ご当地ソフト、沖縄ご当地ソフト、沖縄ご当地ソフト、沖縄のソフトクリームガイド、ご当地ソフトを訪ねて沖縄で調べてます。以上。怖い。沖縄行く予定とかないのに。きゅうりの キュウちゃん、なにこれ、知らんよ知らんよ、初見よ。え、でも私が言ったやつじゃないこれ、緑のさ。え、でもなんか違う。え、キュウリのキュウちゃん、このパッケージ初見です。でもこれ中身の見た目、なんかクックパッドとか出てくるやつは、私が言ってたうどん屋さんとかにあるやつ。待って、調べてるよね。しば漬け、しば漬け、緑、あるじゃん。え、違うの？え、私が思ってるやつがキュウちゃんなんですか？え、うどん屋さんとかにあるじゃん、あの佐賀のさ佐賀のさ、武雄にあるうどん屋さんにある漬物、緑のやつあるじゃないですか。あれがキュウちゃんなんですか？でも緑だったよ、茶色くなかったですよ。あれキュウちゃん？佐賀のさ、武雄の夢タウンの近くにある、あ、違う、佐賀の佐賀大和の近く、佐賀の佐賀大和らへんかな、え、武雄かな、どっちかな、分からないけど、佐賀にある夢タウンの近くにあるうどん屋さんにあるセルフの漬物行ってみてくださいよ。誰か、え、でもキュウちゃんは知らんかった。え、あの緑の漬物は何？キュウリ、うどん屋、キュウリ漬物、出てこない。キュウちゃんなのかもしれない。分からん。分かりませんでした。解決しなかったです、残念ながら。青カッパ漬物、調べてみますね。青カッパ漬物、あ、それです、それです、それやった、ありがとうございます。思わずハイタッチいっちゃった。それです、青カッパ。え、そう、これ私が言ってたやつこれ好きです。なんで分かった？なんかいつもさ、私が質問したら分かってくださるけど、私は中の人ですか？パセリの中の人。ありがとうございます、解決しました。あ、カッパ、春夏秋冬朝昼晩、これは花カッパ。すごいね、青カッパでした。すごい、初めて
したこの名前、今度顔をメモしとくね、青カッパ買うものリストに。枕干すやつと青カッパ、ありがとう、やったー、もやもやが心のもやもやが消えてって感じです。大切なものが見えたんだでもなんでさ、しば漬けは、しば漬け赤カッパ調べてみる。赤カッパあったけど違う、しば漬けではない、これは赤カッパが似てるかも、みんなが言ってるあれに、キュウリのマイキュウさんキュウリのキュウちゃん似てるよ。キュウちゃん売ってますか、こっちでも売ってない。すごいね、以心伝心ですね、嬉しい、解決したよ、みんな、みんな調べてほしい、青カッパ。私がもうどれくらい、15分ぐらい熱弁してた謎のキュウリの漬物の名前が青カッパって発覚しました。黒さん金魚ありがとう。なんでカッパってさ、キュウリが好きなんだろう、調べます。カッパキュウリなぜ検索。その理由はみずみずしいキュウリがお供え物に欠かせない野菜だったから。カッパは水の神様、それゆえにカッパはキュウリ好きと言われるようになったのです。おお、そうなんだ、 Google 先生が教えてくれました。教えてくれた、教えてくれるのも、ごめんね、さま。何か知りたいことありますか？今だったら私、Google が、Google 先生が味方なので、何でもわかります。知りたいことがあれば、何でも教えてあげますよ、私が。いつも教えてもらってるから、お礼に。アイスの新作？アイスの新作は昨日出てるやつがあるよ。昨日出たあのあれ、ベビースターのやつ。私は今回はパスしますので、皆さんが代わりに食べてください。でも調べてみるね、アイス新作で。あるかな、あるかな、うん、あったよ。あのね、あのベビースターのやつは緑のコンビニ限定ですよ。緑と青のコンビニありました。8月17日発売、ハーゲンダッツクリスピーサンドアーモンドバターサンド、絶対美味しい。気になるぐらいかな、ぐらいですかね。なんか夏はさ、評価が多いからあんまり惹かれないんですよね。評価っていうのは氷系のシャリシャリしたアイスが多くて、あ
んまり惹かれない。ひりあすみさん、バラ20個とスイカ30個ありがとうございます。え、スタバと新作買えた、本当？調べます。スタバ新作、おお、本日から発売だって。パイナップルフラペチーノ、ピーチフラペチーノ、美味しそう。ピーチいいね。バラちゃんスイカありがとうございます。え、めっちゃすごいやん。映るか、こんな見える、こんなやつ、すごい美味しそう。ピーチいいですね。今日発売ってすごい。ということはあれが終わったってことか。みんなご当地ソフトクリームじゃないや、ご当地スタバ昨日で終わりだ。そういえば結局山口しか飲んでないです、私。悲しい。亀さん、金魚鉢2個ありがとうございます。そう、結局山口だけ。そうそうそうですよ。ピッチ、かき氷あんまり食べないですね。だからね、クリーム系、濃厚系のアイスが好きです。チョコとかバニラとか。広島は飲まなかった。あ、そうだ、徳島名物調べるね。徳島名物調べます。徳島ラーメン、徳島丼、何徳島丼って調べます。徳島丼とは、え、初めて見た。徳島ラーメンの具材をご飯にかけた丼物を徳島丼っていうらしいです。知らなかった。美味しそう。徳島丼って書いてあるよ、 Google にはね。徳島バーガー、坊主の姿寿司って書いてます。徳島、じゃあお土産で調べるね。お土産、徳島のお土産、すだちチップス、すだちまんじゅう、スイートポテト、なると金時ワッフル。何おさっちって。私みたいな名前のおさっちっていう、なんかおさつチップスがありました。私とねずっちさんのハーフみたいな名前のやつ。こんにちは。ほう、大吉さんありがとうございます。なんだろうね、すだちとかお芋系が多いかもしれない、見た感じ。人気のお土産30選地元民ランキングってやつ見ますね。竹ちくわ、サオシカ、何サオシカって。山芋、小豆などを
伝統の製法で練り上げた蒸し菓子って書いてあります。サオシカ、サーヤンシカ、そうめん、マンマローザ、え、おいしそう、マンマローザ、スタッチです。スタッチ違う、おさっちじゃん、おさっち、サオシカ、お、このサイトでもサオシカおすすめされてる。金ロバイ、金ロバイだって。スダチゼリー、和三盆、竹ちくわ、大ぬもり、いいですね。おー、ご当地キャラクタースダチくんのグッズおすすめって書いてあるよ。ご当地ジバニャン、妖怪ウォッチ、え、ここのサイト最高。私が大好きなナルト渦芋を一番に紹介してます。これです、私がいつも言ってるやつ、ショールームで最近ずっと毎日言ってるやつ、ナルト渦芋、これです。ずっと最近も毎日毎日この話をして、やっぱすだちとかが多かったですね。ここ最近私徳島の話をするとき大体うずいもの話して、今週愛媛で次香川です。なんかあるかな、メンバーからお土産ないかな。あ、30分超えてた。終わります。したらでは2時間半ありがとうございました。皆さん見てくれて、朝から平日の昼間からありがとう。お仕事中とかもありがとうございました。では楽しかったです。じゃあまたね、バイバーイ。あ、ランキング読む、いきます。13位ペシ、12位ミロさん、11位エドモンドさん、10位マフェリアスさん、9位しんちゃんさん、8位トニさん、7位麦田ピポさん、6位昼休みさん、5位アービンさん、4位ツノさん、3位スプマンテさん、2位カメさん、1位オズさん、ありがとうございます。では終わります。めっちゃ目が乾燥してた。ありがとうございました。ではポチャッコと、今日のスペシャルゲストはポチャッコと、ポチャッコとこの、あれどこ行った、あ、あった、この見ず知らずの金具と昨日買った50万円入りのパックでした。ありがとうございました。バイバーイ。あと iPad もありがとうございました。バイバーイ。